どうも、ハンサムクラウジです。今日はスターバックスの新しい商品を買ってきたので食べたいと思います。はい、まず一つ目は出たコーヒー&クリームフラペチーノ with コーヒークリームスワールです。これ多分2月に発売されたやつの再販売で、僕も1回食べてるんですけど、もう1回出たということで買ってきました。これ人気だったのかね。4月1日から12日まで発売です。あとこちらはもう完全新作、いやー買えてよかった。スタバのプリンシリーズに抹茶が登場しました。これをいただきたいと思います。フラペチーノからいただきます。クリームがすごくて、これほんと買った瞬間にもうすごいもう溢れんばかりのクリームだったので、もう潰れちゃってます。すいません、走って帰ってきたんですけどでもね、このクリーム美味しいんだよね。コーヒークリームうまっ。あーうまい。走って買いに行ったから結構僕今体熱くて、うんま、あうんま。ちょっとあの原宿限定のやつに似てるかな、食感的に。でもあっちチョコだけど、これコーヒーだからね、うまい。香りがいい。あやっぱ混ぜた方がいいよ、絶対いいわ。ごちそうさまでした。あー美味しかった。やっぱりこれはね、今回もキューハンサムです。美味しい美味しかった。幻のフラペチーノって言われてて、突然発売されてすごい短い期間しか売られなかったやつなので、ぜひ飲んだことなんか買った人は、今回も4月12日までなので急いで、買いに行ってみてください。じゃあ次はプリン行こう。プリン行くぞ。じゃーん。今はだからチョコと普通のやつと抹茶の3種類売ってんだね。このねカップが可愛いのがやっぱりポイント高いかな。よいしょ。あ、入った。じゃん、緑色可愛い。やっぱなんか春っぽくていいですね。じゃあ開けてみます。おー、内蓋。じゃじゃーん。はい、滑らかですね。緑色でとっても綺麗。あ、抹茶のいい香りします。あーいい匂い。これ多分すごい人気なんでしょうね。もうほとんどもうなかったです。これ前のプリンの時もそうだけど、抹茶もやっぱり人気なんですね。チョコとかミルクプリンは韓国だったかな、先にそっちで売られてて、でも抹茶は日本で初めての、日本が初めてのプリンですから、注目度も高いんじゃないでしょうか。すくってみましょう。いきます。お、わー綺麗綺麗、美味しそう。鼻の中に抹茶プリン突っ込むとこだったいい匂いってズブズブズブって、そんなことあるわけないですからね。いただきます。うん、あうん、思ったより苦くないな。最初結構ミルクプリンっぽい感じなんだけど、後から抹茶の香りとほんのり苦味ってまでいかないですね、抹茶のお味がほんのりふわーって抜けていく感じ。優しい味だ。あ、美味しい。抹茶好きな人はもっと苦くしてほしいなって思うかもしれない。ちょっともうすごい美味しい。あ、ちょっと待てよ、これもしや、あ、なんか下の方になんか抹茶の濃いソースが、うわー美味しそう。やばい、これこっちの方が、あ、美味しい。これだ、抹茶プリン。なるほどね、抹茶ソースなんだね、やっぱそこにある。これうま、これソースやばい。苦いって感じじゃないな、濃い抹茶の味がする。うまい、これめっちゃうまい。僕今までのプリンで一番好きかもしれない、スタバの。これマジうまいわ。ごちそうさまでした。美味しかったです。チューハンサム。抹茶の風味と香りが豊かで、甘さもちょうどいい感じで、まあ、苦味こそさほど強くないけど、さっぱりあっさりつるっと一気に食べれちゃう美味しいプリンでした。もっと苦くてもね好きだと。抹茶好きの人は多分もっと苦くてもいいと思うんだけど、でもすごい美味しかった。あー満足満足。はい、というわけで4月1日、今日はエイプリルフールですけど、
特に何も嘘もつかず美味しくご飯をいただいて、あ、ご飯じゃない、美味しくスイーツいただきました。皆さんもぜひスターバックス行ってみてください。抹茶のプリンはないかもしれないな、もう今から行っても再販を待つことになるかもしれないですけど、気になる方はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。今日も動画見てくれてありがとうございました。ハサムクロージェでした。バイバーイ。